京でお送りします。86分、私は三本和彦です。まず初めにこの番組のもう名物になりましたが、今日は台本にはちょっとインフォメーションと書いてあるんですね。そうですね、はい、陽子さんのちょっとインフォメーション、はい、ちょっとインフォメーションです。今日のホット情報は三本さんが英国でご覧になった新しい車の話題なんです。その新しい車っていうのは一体何ですか？まあもう噂はずいぶん前から流れてたんですがね、はい、ホンダとそれからブリティッシュレイランドの、オースティンローバーグループという部門が共同で開発した車、日本ではもうレジェンドという名前でホンダは売り出しましたけれども、それのイギリス版ですね。でそれが出来上がったんで市場に来いというんで実は行ってきたわけです。これ今ご覧いただいているのがその車ですね。そうですね。でこの車は足回りだとかエンジンだとか、それからプラットフォームと言いますけれども、ボディの下側ですね、床の材料、これは全く同じ寸法で全く同じように使おうと。だけれども上に乗せるボディの形というのはホンダと全然別のものにしましょう、内装も全然別にしましょうという約束で作ったんだそうです。かなりレジェンドとはデザインが違うみたいですよね。そうですね、形はもうまるで違うものでしたね。これはどなたがデザインなさったんですか？これはね、アレックさんという人で、オーシンローバーグループのデザイナー、チーフデザイナーなんですが、面白いことに昔クライスラーにいた人だそうですね。イギリス人なんですがね、その人がデザインなさった。共同開発のメリットっていうのはどんなことがありますか？これはね、今までに例のない共同開発でしてね、この車は日本でも売られるんですが、日本で売られる車は実はホンダの狭山工場で出来上がるわけですね、はい、それからヨーロッパで売られるレジェンド、これはブリティッシュレイランドの工場から、出てくるレジェンドを売るわけです。それで、ボディの形はこんなに違うのに自動溶接機などはこう同じように使えるというところが大変だったそうですね。そうですか、日本では7月10日に発売されたということです。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうも。それでは本題に戻りまして、今日取り上げる車はフォルクスワーゲンのジェッタ GT という車です。4ドアの、5速のマニュアルトランスミッションのものです。でジェッタはゴルフの4ドアサルーンだというふうに考えてもいいと思いますが、ジェッタ GT はゴルフシリーズの中にある GTI と同じエンジンを持っていますし、ジェッタのシリーズの中で最高峰のものでございます。メーカーの発表ではスポーティーなセダンだと言っております。でお客様は輸入元から柳瀬フォルクスワーゲンアウディ事業部のマーケティング部の次長をなさっていらっしゃる、川上康晴さんにおいでいただきました。川上さん、どうもよろしくお願いします。でジェッタなんですが、はい、ジェッタは前からありますね、はい、でこのジェッタの GT というのはいつ頃からのものですか？メーカーの方ではですね、はい、84年から作っておりましたですね。はい、そうすると2年前にもヨーロッパでは発表されて売られてた、はいはい、で今年の5月に、はい、日本に、はい、で発表されました、はいはい、でこれでフォルクスワーゲンは柳瀬扱いだけで何種類になりますか？ゴルフだけで右左とこう行ってきますと、はい、15ございます。それからジェッタが6、うん、それにあとシロッコというモデルがございます。はいはい、スポーツカーで22車種ぐらいになるんですよ。はあ、変にもう増えました。なんか運動してるこいつ。ええー、もう素晴らしいそれじゃあ話は続けますが、ここでちょっとコマーシャルでございます。じゃあいつものようにこのジェッタ GT の開発の狙い、それからこの車どんなところに特徴があるかというお話を伺ってみようと思います。じゃあお願いします。それではこれからジェッタ GT のですね、開発の狙いとその特徴についてご紹介させていただきたいと思います。フォルクスワーゲンジェッタシリーズというのは1980年に日本の市場に導入されまして、で今年のモデルではCI、CLI、GLX、そしてディーゼルターボの CLD というその4モデルになりましたけれども、さらにここにフォルクスワーゲンゴルフシリーズの中の GTI のように
最上級スポーツ T モデルを追加することによって、このシリーズを完成することがジェッタ GT 開発の大きな狙いの一つだったと思います。ジェッタ GT の特徴を申し上げますと、まず外観はフロントトリアに赤い GT エンブレムがついていますし、幅広いフェンダーアーチモール、そしてリアスポイラーを装備されていますので、ジェッタ GT とすぐ見分けられます。広い室内にはバケットタイプのフロントシート、ステアリングはスポーツタイプのステアリングが装備されておりますので、大変スポーティーなフィーリングを与えてくれます。しかし何といっても、ジェッタ GT の良さは、そのエンジンと足回りにあります。エンジンはゴルフ GTI で提供のある105馬力 1.8 リッター、ケイジェトロニック燃料噴射付きのエンジンです。で足回りは四輪独立圏が、フロントとリアにコーナリング時のロールを抑えるスタビライザーが付いています。さらにハードセッティングされたショックアブザーバーとコイルスプリング、そしてブッシュ類のチューニングによってスポーツ走行にも適しています。以上からジェッタ GT はジェッタシリーズの最上級スポーツモデルとして、日本の車好きの方々にファミリーセダンの持ち味をそのままに快適なスポーティードライブを満喫していただくために日本に導入したということになります。はい、ありがとうございました。という車だそうですが、その車に私が試乗してまいりました。いつものように VTR が撮ってございますので、どうぞそれをご覧ください。これはフォルクスワーゲンのジェッタの GT という新しく輸入されることに決まった車です。でフォルクスワーゲンのジェッタはゴルフにトランクをつけたものというふうに考えればいいわけですけれども、世界中がやっぱりパワー競争なんでしょうね。少しでも早くというので、元来フォルクスワーゲンは 1.5 リッターまでのエンジンで開発されたものですが、この頃はエンジンを強化いたしまして 1.8 リッターのエンジンを積んだものが増えてきました。特に日本では、パワーモデルでないと お客さんが喜ばないというんで、パワーモデルが増えてきたように思います。内装の出来などを見ますとゴルフと全く同じで、変わったところはありません。強いて言うならば、ハンドルがスポーティータイプのものにだけ付けられているハンドルがジェッタの GT にも付いているというぐらいのもんでしょうかね。で、変速機は手動の5速の変速機です。で今東名を時速100キロで流れていますが、この時5速のギアで、ジェッタは3800回転ぐらいエンジンを回してやらなければいけないことが分かります。4速ですと4000回転ぐらいですね。3速ですと、5200回転ぐらい回してやらなきゃいけないことになりますね。それでこのエンジンはシングル OHC のまあ、日本ではごくありふれたタイプのエンジンなんですが、この車のレッドゾーンは恐れ入ったことに日本のツインカムエンジンに近い、6700回転までは使うことを許しています。常時使っても大丈夫というエンジン回転は、6400回転から500回転ぐらい、使ってもいいように維持されています。でエンジンを見てみると特に特徴のあるエンジンでも何でもない、見れば寂しくなるようなエンジンなんですが、このエンジンが回し強いエンジンでして、いくらでも天井知らずに回るような感じがしますね。どこか違うんですね。不思議なというよりは日本の技術も大したもんだけれども、ドイツの技術はまた日本の技術とは違う方向へ伸びているじゃないかなというふうに思います。でこのエンジンはキャブレーターを使いませんで、噴射ポンプで燃料を供給していますけれども、この噴射ポンプのやり方も機械式で、日本は電子制御が多いんですが、この車は機械式で、やっています。でこの機械式の
燃料噴射にしては実にスムーズな回り方をいたしますし、瞬発力のある、なかなか威勢のいいエンジンだというふうに思います。ステアリングはパワーステアリングで、ハンドルは操舵力の軽いものです。しかしこれも車のスピードが上がるとハンドルが重くなるようになっています。まあこの頃はコンスタントに、倍力装置が効くものっていうのは少なくなりましたけれども、このステアリングもメリハリのある気持ちのいいものです。西ドイツの車大抵そうなんですけれども、非常にピンシャンした感じがありまして、わずかな操舵にも車はよく反応します。で、この辺の作り方もやっぱり何か日本とは違うんでしょうね。それでゴツゴツして乗りにくいかというとそうではありませんで、割合にしなやかな足回りでして、柔らかみも持っています。今舗装の継ぎ目を乗り越えたんですが、音がトントンとするだけで、ほとんど車自体は揺らさないで、済みます。それからもう一つ感じるのは、これも西ドイツの車に特有のものなんですが、着座点が高くて、要するに椅子の高さが高くて、アップライトに背中をこう直立させるように乗せまして、そして、車の空間、特にこう膝元の空間、足元の空間をうまく稼ぎ出しています。でこの車はサンルーフがついてまして、手動のサンルーフなんですが、サンルーフがついてまして、天井はややこう下がっているんですが、それでもかなりの空間を持っています。これでも指3本ぐらい頭の上に入れることができます。それから椅子もこれもまあ西ドイツ特有なんですが、やや固めの椅子で、そしてこの車はまあスポーティーなことを売り物にしていますから、サイドサポートといって、横側に張り出した、ものがついている椅子ですが、硬めの椅子ですけれども、座り心地がいいと言いますかね、座り心地というよりは、まあ、ギブスの中に入っちゃったような感じの椅子に、出来上がっています。でそれで音は静かな車かと言いますと、そんなに静かとも思えない、けれども機械が動いているんだという音で、これが耳障りになる音はほとんどないですね。特に低級音と、まあ、日本の自動車のエンジニアたちは低級音と言ってますが、この内装のものがこう震えて鳴るとか、中の配線がこう震えて鳴るとかという不始末な感じは、ありません。音は仕方なく出てくる音だけという感じがします。でそういう点でも西ドイツの車の信頼性、印象的な信頼性というのは非常に高い感じがしますね。で日本の車に似てきたなと思うのは、ちょっとしたコンピューターの表示がありまして、今ここカメラさん映りますかね、こう今時計が映ってるんですが、これをボタンを押しますと今時計ですね、今時間です。それからこれは、平均時速、今まで走った平均時速が76キロだと、すいません、トリップメーターですね、この車がスタートしてから76キロ走った。それからこれは平均時速で、スイッチを入れて、走り始めてから今までに平均時速が44キロ、1時間に44キロの平均時速が走っています。それから時速100キロ走るのに、今お前の走っているペースで走るならば 7.7 リッターの燃料、
100キロ走るのに 7.7 リッターの燃料を必要としますよという表示、これはオイルの温度です。今99度、油温が上がっていると言っています。これは外気温、部屋の中はエアコンで涼しいんですが、外は22度ありますよという表示が、されるようになっています。でこれはまあ日本の影響だと思いますね。もう一つはギアチェンジのタイミングをこの車が教えてくれます。例えば今サードで走りますと、ここに矢印がありまして、その矢印が、点灯いたしまして、その今点灯しましたね。でこうなったら次のギアへ入れなさいという表示なわけで、あります。この辺は日本的になりましたね。とにかく威勢のいいフォルクスワーゲンの尻尾付きのものということです。ジェッタの GT、 いつもの山坂道を持ってきました。パワーはそうなかなかパワーというよりもやっぱトルクでしょうかね。それとややローギア止めの、変速機のギアの切り方がこういうところに合ってるんでしょうね。でそれはほとんど問題ないですね。それからタイヤは18560の14というのを履いてるんですが、この185っていうのはハイブリッドタイヤで、これもこういう道にこう曲がりくねりながら走るというのには向いているようです。ハンドルはパワーですからね、まあ、軽くて、そして、しかもちょうど程のいいこう反力を持ってましてね、直進を自動的に取り戻させるのは、車任せでいいというところがあります。しかし、まあ、日本の若者はツインカムとってもありがたがるんですが、このシングルカムエンジンを使ってみると、日本のツインカムってのはもう少しこうパンチがあってもいいんじゃないかなというような気もしますね。それとタイヤならないですよ。タイヤ後ろが滑り出すなんてこともほとんどありませんしね。さすがですね。会社に試乗するたびに私はさすがですねというのを一番最後に言うのはなんとなく口癖のように今更改めて思いましたけれども、悔しいもんですね。なんとかならねえかなと思うんですが、日本のエンジニアは外国の車に乗ってあんまり感心しないというんですね。しかしユーザーの側からすると随分感心するところが多いもんでございますね。で、燃費でございますが、運輸省の審査値では10モードで 10.8キロ、1リッターあたりで 10.8 キロ走ると公表されております。我々が実際満タン法で測ってみますと 9.5キロ、1リッターで 9.5 キロ走っておりました。なるほど、車に教えられる通りにギアチェンジをしていればもっと走るだろうと思われました。それからパワーステアリングはエンジン回転感応型でエンジンの回転が高くなると重くなるタイプでございました。じゃあコマーシャルです。川上さん、相変わらずございまして、ぶしつけなもんでございます。よろしくお願いいたします。お手柔らかい。一つはですね、はい、ジェッタ今までにも入ってたわけですが、はい、ジェッタとジェッタの GT というのはどういうところが違うんですか。はい、先ほどのお話ですと、はい、このオーバーフェンダー状のものが、はい、ついているとか。外観ではそうですね。それから、一番はっきりしてるのは、赤マーク。これ、前と後ろについております。はい、それから、後ろにリアのエアスポイラーがついてる。ちゃんと出っ張ってる尻尾の羽ですね。あと例えばこのバンパーなんかに赤いこの線が入っておりましてね、まあ、こういうところでちょっと目立たせているというところなんですね。なるほど。割合に控えめなもんですね。比較的控えめ。ああそうですか。はい、それじゃあ、これを取っ払いの赤線を取りの、はい、尻尾取りの、はい、ということになると外形からはただのジェッタと同じ。わかりませんですね。ただのジェッタと同じ姿してて、はいっていうのも面白いかもしれませんね。そのとこが面白いところ。そうですか。はい。中で違うのはですね、やっぱりエンジンが違います。
ね、はあ、あの普通のジェッタとは。なるほど。でこれはあのゴルフの GTI というやつなんですけど、それと同じエンジンを積んでおります、ね、はいはい、はい、あの105馬力。それなのに、あのこのジェッタは GTI と言わないで GT というんですね。はい。で それはなぜですか。はい、あのメーカーが言っておりますのは、あの GTI っていうのはあの、まあ、ゴルフ大変有名になりましてですね、はいはい、一つのもうなんか独立したモデルみたいな形になっておりまして、はいはいはい、それであのあそういうことからですね、はい、あのゴルフ以外はあまり GTI ということを言いませんで、はい、でこれは GT とこう言ってる。あ、GTI というのはもうゴルフの仲間じゃなくて違う方の威勢のいい仲間だから、これはもう感情に入れないと、はい、ヨーロッパであの GTI クラブなんてのあるようでございます。独立してくる形でございます。あ、はい、エンジンなんか見てみれば、まあ、別にどうっていうこともないエンジンなんですがね、はい、そうでございますね。 1.8 リッターでございますのでね、はい、すぐシングルオーバーヘッドカムですかね。そうですね、はい、機械式の、はい、機械式で噴射装置があって、ちょいと電気で助けてやって、そうなんでございますね、空燃費を良くしてるという空気と空気の混ぜ方、はい、混ぜ方がね、ちょっと電気でちょっと感情して、はい、こういう時にはちょっと多い方がいいねとか、はい、少ない方がいいねとか、そういうのをやってると、はい、効率としては非常に良くなってるんじゃないかと思いますね、はい、このエンジンを積んでいるのは、そうするとゴルフの GTI と、はい、これだけ、これとそれからシロッコ、あシロッコね、はい、あシロッコに積んでる、はい、でこの車は、はい、左ハンドルなんですが、はい、左ハンドルしかないんですか。はい、あの現在メーカーでもこれは左ハンドルで、はい、それとマニュアルトランスミッションしかないという、はい、はい、オートマチックは出さない、はい、まだ出ておりません、ね、はあ、でも日本ではオートマチックはやっぱり欲しいってお客様から言われませんか。そうだ、そういう声がございますね、はあ、はい、でこれはあの柳瀬さんのような大きな輸入元が、はい、フォルクスワーゲンに言っても取れないものですかね。まあ、将来は分かりませんですけどね、まあ、現段階では、はい、まあ、オートマはないということですね、はい、でも他の車にはオートマチックありますのにね、はい、ございますね、うん、ヨーロッパっていうかドイツでは非常にマニュアルの方が普通のようですね。そうですね。まあ考えてみればですね、混雑した街からスッとした道路へ出るのに5分か10分走れば出ちまうんですからね、はいはい、ですからまあどんなによくできたオートマチックのトランスミッションでもマニュアルよりは燃料食いますから、ね、だから向こうの人は合理主義からも、はい、あれでしょうね、オートマチック選ばないんでしょうね、はい、その辺は交通の事情が変わってるんで致し方ないと思いますけれどもね。しかし日本向けにはオートマチックあるんだからつけてもらいたいもんですね。ね、私ども、もう今後はまあメーカーの方にはよく接触していきたいと思ってるんですけど。そうですか。お宅 の社長の、はい、柳瀬二郎さん、あ今度は違いましたけれども、はい、お婿さんになりましたが、はい、前の大将、ドイツから勲章もらったほどの人ですからね、あの方が向こう行って難しい顔するって言ったらなんとかなると思うんですが、ダメですか。いや、それは最近特にメーカーも日本の市場については興味を持っておりますもんですからね、はい、開発はどんどんいろいろな形でやっておりますから。そうですか、はい、そのドイツの大将に話してくれませんが、もう一つはこの、はい、ドアミラーですよ。あ、ドアミラー、ドアミラー、はい、ドアミラーがこの三角窓、もうこれも堕落したもんでありまして、もう昔のドイツの車はここが開くんで大層良かったんですが、この頃は風切り音がするとかなんとかって言うんで、これはめ殺しになっちゃった、はい、ね、ね、で、はめ殺しになったもんだからここで見にくいといけないって言うんで手前も来ちゃったんですね、はい、これが、まあ、ヨーロッパのようにこう服装した交通でなければこういうものをこう見るのは大して、苦でもないでしょうが、はい、我らみたいにですね、大層なところでアクロバティックに自動車を運転してるとこれは見にくいんですね、はい、こいつをここに持ってくるっていう手立ては、やつらって言っちゃいけないですね。敵もいかないな。そのドイツじゃ考えないですかね。そうなんですね。まあ、私もは向こうの、まあ、メーカーの方にですね、はい、そういうことはぜひ伝えていきたいと思いますんですけどね。ああ、はい、まだ伝わってませんか。まだ伝わってないようです。そうですか。じゃあ柳瀬二郎さん、少しお年が大変だろうけども、ドイツへ行って少しおっかない顔で、これなんかもう少しここへ出すとか。もしかどうですか、柳瀬大きな工場を持ってらっしゃるんだから、いっそのことここじゃなくてここへつけるように柳瀬でやっちまったら、
はい、柳瀬でやります。今度は運輸省の方でございますものですから、はい、簡単には役人さんがまた難しいこと言って、はい、難しい。でもその方が安全だって言ってもなかなか難しいもんですかね。はい、やっぱりメーカーとの関係もございますので、メーカーとそれから運輸省との両方をうまく柳瀬が調整をしないといけませんので、はい、それにはどのぐらいかかりそうですか。ちょっと時間は欲しいですね。そうですか。それでこの車の椅子はバケットタイプの、いかにもドイツ風な理屈っぽいもので、ありますけれども、これは向こうで売ってるのもこの形の椅子ですか。はい、GT はこの形になります。みんなこれ、はい、あ、そうですか。はい、まあ荒っぽい乗り方をするときにはね、はい、フォールディングがいいなんて言って喜びますが、私ぐらいの体格になりますってと、ちょっとこう踏んづかまれてるような感じがいたしましてね、まあ嬉しくないような気がします。それからトランクを開けるのには日本みたいにこう引っ張ると開くっていうものはないんですね。はい、ございませんで。そうですね、はい、これは鍵を使わなきゃいけないんですが、ギリギリで開けていただきまして、あ、鍵閉めてありませんでした。はい、どうも。これがバカでかいもんですね。はい、これはどのぐらいの大きさなんですか。はい、まあそのいわゆる普通の言い方ですと575リットルと言いますかね、ああ、そういう言い方になるんですが、はい、ずいぶん大きいもんですが、スペアタイヤはこの下ですね。はい、下です。そうですね、はい、あ、これもあれですか、はい、臨時的な臨時のテンパのタイヤになったんですね。はいはい、あ、そういうことはやっぱり軽量化の一つもたまるんじゃないかと思うんですね。それとスペースの問題というのもあると思うんですね。はい、このトランクは貫通はしないんですね。これは貫通しておりません。椅子が留め金があるんで貫通するのかなと思ったら、これバックレストは確か取れると思いましたね。なんかドイツで長物を持ち歩くのにはよくそこの後ろのこう背もたれだけは外しちゃってやってる人いますね。はい、そういうのございますけど、はい、これはそういうタイプになっております。あ、そうです。しかし、まあ、空気の抜きなんかもこう荒っぽい、考え方としては荒っぽいんですが、はい、このぐらいよく抜いてやると前から底風圧でよく空気が入ってきますね。いいですね。でこの車でね、やっぱり気になったのはこのバックミラーが見にくることですね。バックミラーというよりはドアミラーが、はい、あ、そうですか、なんて風見さんも時々はお乗りになって随分見にくいなと思うこと終わりじゃないですか。比較的私慣れて、はい、慣れの問題ですか。慣れてるじゃん、あ、そう、慣れてるんじゃしょうがないんですが、それで、これはフェンダーミラーっていうのは今までつけてましたよね。ヤーナさんは以前はここへこうニョキっていうのを、私どもは全然つけたことはなかったですか。はい、輸入車はこのドアミラーで、はい、許可を取っております。あ、そうですか。はい、もうこの三角窓は、はい、エクストラのお金を出しても開かないことになってますか。そうですね、一時開きましたね。一時開けて、特に日本のために開けてくれたようなものなんですけどね。あ、そうですか。はい、やはり今空気抵抗のことを非常に考えておりましてね、はいはい、でそのためにやはりこのなんていうんですか、つらい位置となりますか、我々はそうしているものですから、フラッシュサーフェースと言われているんですね。はい、トロントロン、それでこれを開けたり閉めたりしますと、またちょっと抵抗が変わったりする可能性があるわけですね。風切り音が出てきたりします。はい、このジェッタにはディーゼルはあるんですか。はい、ディーゼルございます。1車種だけ日本にも入ってきております。はい、あ、そうです。はい、CLD というディーゼルのターボが一つ入ってきております。なるほど。はい、ヨーロッパではパワーエンジンの、はい、パワーの出るエンジンの開発もさることながら、はい、やがてまた油がなくなった時にっていうんで、はい、ディーゼルの開発盛んですね、どのメーカーも。ワーゲンもやってますか。はい、大変やっておりまして。そうですね。はい、でこれはその GTI にこう尻尾をつけたものですが、値段の上でいくと GTI よりも尻尾がついた分だけ高くなるんでしょうね。はい、ちょっとトランク分だけ、はい、このトランク分はいくらになりますか。これがトランク分がいくらっていうと、GTI はいくらで、それじゃあこのジェスタ GT はいくらですか。GTI はですね、355万、はいはいはい、でこれが357万2万円、はい、このトラック、はい、この大きい物置が2万円、
ああ、それはあれですよ、私の仕事場のマンションの、あの何度よりも安いですね。これは月に2500円ですから、そういうふうに勘定するといいもんですね。これはスライディングルーフ仕様ですけれども、はいはい、このスライディングルーフの電動のものはないんですか？電動はフォルクスワーゲンの場合ございません。全部手前、全部手前、ね、うん、これはチルトアップは しましたか？いえ、これはしません。しないんですね。もう開くだけで、サンタナになりますと、はい、チルトアップしますね、はい、そうです。これも随分意地が悪いですね、フォルクスワーゲンさんは。どうせなら同じぐらいのこう開口なんですから、同じようにしてくれると同じような機能で使えると思うんですがね。これは、まあ、川上さんに愚痴言ったってしょうがないんですが、いずれ次長さんとなればドイツをおいでになるでしょうから、向こうの、あの頑固者によく言っておいてください。これ見にくいよっていうことと、それからせっかくここまで来たんなら手回しでもいいからチルタップにしてくださいよというのと、うるさく言えば2年後ぐらいにはなんとかなりませんか？私にはちょっと何とも申し上げないんですけど、ただあのやはり日本でのですね、お客様のご要望といいますか、はい、そういうのはもう逐次、フォルクスワーゲン社には伝えるように、はい、あのヤンセとして努力はしております。ああ、そうだ、はい。他にもフォルクスワーゲンの出店がこっち来てるはずですから、はい、出店の方にも厳しく、はい、小さなマーケットじゃありませんよね、日本は。そうですね、で、はい、輸出努力をしなさいと一つ言ってあげてください、はいはい、で、この車は、どのぐらいもお売りになりましたか、数の。今年はですね、はい、あのスタートしましたのが、実際にはですね、あの今月からのような形でございますんで、あ、で、あの86年モデルとしては100台輸入することになります。はい。あ、そうですか、はい。どんな人に乗ってもらいたいと、川上さんは。そうございますね。あの仕事をするときには思いっきり仕事をしてですね、そして、遊びの時にはもう思い切って遊ぶ、特に車を十分に楽しんでいただけるような方にですね、ぜひこういう車を使っていただきたいなと。そうですか。そういうふうにぜひサービスフィーも安く上げていただけるようにお願いしておきます。どうも伺いたいことはまだあるんですが、もうここでこんなことやってますので、困っちゃった。たくさんおはがきをいただいております。本当にありがとうございます。今週はおかげさまでお小言が少なくてほっとしております。皆さんにこんなにいただくんですからお返事を差し上げなきゃいけないのに、なかなかこれだけ書けないもんですね。読むのに3時間半ぐらいかかりますから。それじゃあいつものように、これは群馬県伊勢崎市の斉藤豊さんっていう、中学生さんからもらいました。最近フルタイム 4WD でビスカスカップリング方式とセンターデフ方式ができましたが、性能的にはどちらが良いでしょうか。ビスカスの方は前後輪へ同じ力で伝わらないと言いますが、というお問い合わせですが、性能的にどちらかって言われますとね、難しいんです。特性的に違うんですよね。で、まあ、センターデフがついていれば前後の車輪の回転差というのを作ることができますので、特にこう小回りをするときのブレーキング現象がなくなると。それからビスカスカップラーというのは、まあ、粘性クラッチが一つついているようなものですから、これも前後輪の回転差が作れるということで、これもいいわけですね。で、前輪駆動のものは主に前輪駆動風に走っていて、万一前輪が滑った時には、この粘性クラッチの特性で後輪へドーンとトルクが伝わる。後輪駆動を四駆化したものについては、後輪駆動を主に走っていて、後輪がちょっと滑ると粘性クラッチの特性で前へコンバートすると、力が伝わるというふうな仕掛けなんで、性能的にどうかと言われても、これは何ともお答えできないわけですね。特性が違うとでも申し上げましょうかね。これは三重県滝郡の東出さんとおっしゃるんですかね、東出ひろみさんという方からいただきました。自動変速機の車から他社へバッテリーの充電をブースターケーブルを使って行うとき、 N レンジにして3000回転ほどの回転を上げた方がいいのか、それとも何もしない方がいいのか教えてくださいということです。要するにバッテリー上がりした車にバッテリーの電力を分けてあげるのに、エンジンの回転を上げた方がいいか、そうじゃない方がいいかということだと思います。
この中でちょっと気になるのはですね、N レンジにして3000回転に上げるというのがちょっと気になるんですね。ぜひパーキングにしたままエンジン回転を上げてください。パーキングのままじゃエンジン回転が上がらないというんだったら、車の中に1人乗ってアクセルをちょっと踏んでやればいいわけですから、そういう風にしてやってください。 N レンジにしておきますとね、何かの加減で D レンジに入った時に飛び出しますよ、車が。それは危険ですね。そして、ブースターケーブルをつなぐ前に、電気を供給する側はエンジンを回してチャージをしながら、送ってやった方がいいと思いますね。それはエンジンの回転はアイドリングよりは回転を上げた方がよりいいと思います。もう一つお急ぎでやってみましょうか。これは神奈川県綾瀬市の池田さんという方からいただきました。ダブル脂肪を採用する車が多くなっていますが、ダブル脂肪にするとどういうところが良くなるのですかというお問い合わせですが、これが車輪だとしましょうかね。で、ダブル脂肪というのはこう2本桁が出てまして、これが平行移動しますので、車輪の角度が上下しても変わらないんですね。それが他の方法でやりますとこういうふうに変わるんですよ。で、それが不具合だというんですね。不具合ばっかりじゃない、なかなかよくできたのもありますけれども。それじゃあこういつもの、この車作りアイデア大募集というのでございます。で、ボディのデザイン、デザインあんまり見苦しいよと、こういうふうにすればもっといいじゃないかというようなアイデア、そういう大物から小さいものまで、バンパーの端っこをこうした方がいいんじゃないかというようなものまで、それから日頃使っていて不満に思っているものをこういうふうに改善すればいいじゃないかというアイデア、夢のあるものから極めて実用的なものまで、いろいろなアイデアをお寄せください。いただいたアイデアは、少なくとも国産メーカーの担当者にご覧に入れて、そしてそういうことが可能かどうか伺っています。可能だという場合には、もしくは採用してもらった場合には、何かご褒美をもらおうと思っています。この番組からも、些細なもんでございましょうけれども、何か出したいと言っております。じゃあ、ここから先はヘトリさんです。はい、新車情報86からのプレゼントです。自動車専門誌のモーターファン、モーターマガジン、月刊自家用車、カーグラフィック、ドライバー、ルボラン、サミオン、ゴーグル、カーセンサー、ナビ、カーコック、クルマニア、以上12品の中からご希望の雑誌を抽選で120名の方に参加リスト無料でお送りいたします。続いてのプレゼントはこちらです。カーライフをクリエイトする日本電装から、違うライターにつなぐだけでいつでもどこでも手軽に使え、この夏ビーチにキャンプに大活躍の電装自動車用シャワー、カリフォルニアシャワーサーフを2名の方にプレゼントいたします。お申し込みの方法は、郵便はがきにご希望の雑誌名、またはサーフとお書きの上、住所、氏名、電話番号、番組に対するご意見ご感想を添えてご覧の宛先までお申し込みください。発表は商品の発送をして返させていただきます。なお、先ほど水本さんからご紹介がありました車作りのアイデア募集の宛先もこちらへお願いします。たくさんのおはがきお待ちしてます。来週はこの番組で取り上げるのはスズキのカルタス、これに GTI っていうのができましたね。フォルクスワーゲンみたいなこと言っておりますが、GTI というのができました。ツインカムの車で、威勢のいいもんだそうです。それを取り上げようと思います。ところで、川上さんの外車もう少し買って、もう少しみんなで使いたいと思うんですが、はい、いろいろサービス費が国産車よりもどうしても高くございますよね。ねえ、まあ、私どもも努力しておりますね。できるだけ、皆さんのご希望に添えるようにしたいと思っております。そうですか、はい、本当は円が高くなりましたから、はい、マルクとの関係なんかもあって、はい、もしマルクよりも日本の円が高ければ、はい、もう少し早くこうレスポンスしてもらいたいんですが、はい、あれは契約上でなかなかうまくいかないんですってね。そうだね、それもありますし、やはりマルクは比較的強いんですね。ドルに対しては円が高くなってます。そうですね。しかもマルチに対してもそういうのが高くなってくれれば、やりやすくなって